知床遊覧船事故から1ヶ月が経ちました。今日国土交通省を代表してお亡くなりになられました方に対して哀悼の意を表しますとともに、心からのご冥福をお祈りをいたしました。1ヶ月前の海はとても冷たかったと思います。現在事故究明そして捜索活動も続けております。再発防止に向けて不退転の覚悟でしっかり進めさせて行っていくことをお誓い申し上げて、夢中で来た1ヶ月だったと思います。1ヶ月とはいえ決して区切りでも何でもありません。まだ生死が分かっていない方々にとって、家族は家族であり遺族ではないんです。私たち町でご家族に寄り添える部分はしっかりこれからも寄り添っていきたいな、そんなふうにも思っているところでございます。さまざまなやるべきことがされていなかったなと。事業者もそうですし、ある意味では国の機関もそうだったかもしれません。しっかりと検証しながら、海ばかりじゃなくて、丘も含めてですね、安全というものをやはりこの機会にしっかり見つめ直す、そのために何をすればいいかということをですね、考え行動する大きなきっかけにしなければ、本当に犠牲になった方々に報いることはできない、そんなふうに思っているところです。着ているものが見つかってね、それだけ戻っただけでも嬉しくて家族で泣いて、そんなお話も聞かせてもらいました。なんとかこの証みたいなものがですね、見つからないだろうかという強い思いを持っていることが、改めて分かりましたので、なんとかそれが叶ってほしいなと思ってます。はい。